どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回は学び方を学ぶ、圧倒的にアウトプットを高める3つのツボという話をしていきます。学び方を学ぶと言いましたけども、そもそも何のために学ぶのでしょうか。それは仕事のレベルを上げるため、または自分の人生をより豊かに幸せになるためではないでしょうか。そのためにはより良いインプットすることが必要です。皆様はより良いインプットしているでしょうか。もちろん勉強するとか本を読むというのもありますけども、今このように YouTube を見ていること自体インプットしているわけですよね。ただインプットはしてるんだけども、これがどうも成果につながっていない、成長を感じられないという人も多いのではないでしょうか。それはなぜかというと、実はこの学びには3つのステップがあるんです。どういうものかというと、2つの軸で考えます。縦軸は意識、意識できている、意識できていない。横軸は有能、つまり能力が身についている、身についていないという状態です。スタートはどこかというと、もちろんこの左下、知らないからできないということ、つまり意識もできていないし能力も身についていない状態。目指すべきはこちら、無意識にできる、つまり何も考えなくても勝手にできる状態、ここを目指したいんです。ただ残念ながら一足飛びにポーンと飛ぶことができません。ではどんなステップを踏むかというと、まずは上に行きます。知識情報を知るということ。ただ残念ながら知識情報を知っているだけではできないんですよね。そこでその次には右に行きます。今度はやり方がわかる、つまり知識情報を組み合わせて自分なりに使いこなせるという状態。そうすると意識すればできるというところに行きますよね。車の運転もそうですよね。ではまず何からするかというと、まずは教習所に行って学科を受けますよね。知識情報を得るわけです。標識はどうなっているか、車の仕組みってどうなっているかってことを知る。でも知っただけでは運転できませんもんね。そこでだんだんと運転をしてきます。仮面を取りながら。そうすると、あ、このボタンはこうやって触るんだなとか、このペダルはこういうふうに踏むんだなっていうやり方が分かってきます。知る、分かると済んでくれば、とりあえず運転はできる。ただまだ免許取り立てるときはまだ怖いですよね。なぜかというと意識しなければできないからです。どうやって運転するんだっけって悩みますよね。でも今はどうでしょう。今は何も考えずに勝手にエンジンかけてポーンと運転ができませんか。今は無意識にできるはずなんです。そこに行くためには繰り返し運転する中でできるというステップを踏むんです。まとめると、知る、分かる、できる、こんな3つの、ね、ステップがあるんです。で、大きく分けると、この左側、ね、知るの部分に関しては主にインプットですよね。知識情報インプット、やり方をインプット。それに対して右側というのはどんどん練習する、実践するということですから、アウトプットなんです。つまり自分がレベルアップして成長しようと思ったらインプットは絶対に必要だけど、アウトプットがなければできるようにはならないということです。この2つには黄金比があるんです。インプットが3、アウトプットが7。この比率でね、しっかりとやっていくことによって、あなたはレベルアップ、成長を感じることができるはずなんです。じゃあどんどんアウトプット7やっていけばいいんでしょうと思うかもしれませんけども、このインプットアウトプットというステップを踏んでいく中で、これを邪魔するもの、阻害するものがあるんです。その阻害するものに対する対策を打つことが大事なんです。それが今回の学び方を学ぶということです。そこで今回の動画を最後まで見ていただければ、アウトプットにつながるインプットのコツ、または圧倒的にアウトプットを高めるツボ、これを理解することができます。自分自身を成長させて仕事のレベルを上げたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは、仕事に役立つ情報、基礎的なビジネススキルを日本一わかりやすく定期的に配信しておりますので、お見逃しのないようチャンネル登録をしておいてください。では行ってみましょう。圧倒的にアウトプットを高めるツボの1つ目、その阻害要因は忘却能力と言います。読んで字のごとく忘れてしまう力のことです。どうでしょう、20代30代年を取るたびに、どうも最近忘れっぽくなってきたなぁと感じることはないでしょうか。ご安心ください、これはボケたわけではないんです。正常な進化なんです。と言いますのも、これは本来は大事なものです。これがあるからこそ日々楽しく豊かに生きることができるんです。嫌なこと、辛いことがあっても忘れることができますよね。忘れなかったらずっと辛くて悲しいですからね。ただ困ったことに大事なことも忘れていくんです。ではどんなペースで忘れてしまうのかというと、こんな曲線があります。これはエビングハウスの忘却曲線といって、ぐーっと知識情報が100になった、その後どんなペースで薄れていくかというものを示したものです。100の情報が2時間後にはもう 58%、
1日経つと 74%、 6日後には 77%、 30日目に 79%、 つまり頭に入れた後スーッと忘れていくというのが忘却曲線なんです。ではどうすればいいか。頭に入れたものは忘れてしまうんです。そもそも忘れてしまうんであれば頭に入れなければいいんみたいな。そう、頭に入れるんではなくてメモに残す、書に残すってことです。頭に入れたものは消えてしまうけども書き残したものは残りますよね。まずメモを取る、これが一つ目です。ただ問題はメモを取ったのはいいんだけどもメモしたことを忘れる、メモをなくすってありますよね。なのでメモした中からこれは大事だな、必要だなと思うものは見える化する、これが二つ目です。つまりよく見る場所、手帳のよく開くページとか机の前に貼っておく、こういう工夫をねすることが大事だと思います。そして三つ目は復習するです。これは聞いたことありますよね。小学校でも中学校でも復習しなさいって言われたと思います。実はこの復習には大きな効果があるんです。先ほど忘れると言いましたけども、正確には我々は忘れてるんではないそうです。我々の右脳には過去10年間20年間見たもの聞いたもの、すれ違った人の顔から些細な一言まで全て 100% バーン入ってるそうです。問題は入ってるものが思い出せない。ですから忘れてるんじゃなくて思い出せないが正解だそうです。そこで復習、何やったかなってことを振り返ることによって頭の中を整理して引き出しやすくする、これが復習の効果と言われます。でこの曲線見てわかるように特に初期の落ち込みが激しいですよね。となるといつ復習するのがいいのか、それは早い方がいいわけです。100情報を入れた次の日、そして次の日、次の日、この1日2日3日3日間で構わないので5分10分、別にじっくり勉強しなくてもいいです。何やったかな、あこんなことやったよねってことをさらっと振り返るだけでも忘却曲線は緩やかになってきます。ぜひね試していただくことをお勧めします。そしてもう一つは自分ごとに結びつけるということです。どういうことかというと、この忘却曲線の実験というのは無意味な音節を記憶して、それが何時間後何日か後にどんだけ再生できるかというものを示したものです。無意味な音節、私たち人間は無意味な言葉とか数字を覚えることは苦手です。脳みそはイメージ連想で記憶するので、イメージしたもの、連想したものはぐーっと残りやすいです。例えば昔の勉強で言うと英単語にしても年号にしても語呂合わせとかで覚えましたよね。と同じように学び、インプットするものはただの情報ではなくて、それが自分にとってはどのように使うのかということがイメージできる、これが大事なんです。だからこそ何をいつどのようにという自分事としてインプットすれば残りやすいですし、そして即アウトプットもしやすくなるということなんです。これがインプットのコツになります。圧倒的にアウトプットを高めるツボの2つ目、その要因は習慣の束と言います。習慣っていうのはいいですよね。慣れ親しんだやり方、自分なりのパターンというものです。私たちは一日の活動のほとんどを頭を使わずに体が習慣的に覚えて動いてくれています。習慣が束になっているんです。例えば朝起きる時間決まってませんか。朝起きてから顔を洗って歯を磨いてという手順、または電車、何分の電車、どこの扉、だいたい決まってますよね。そしてそこに乗りますとだいたい同じ人がいますよね。相手も習慣通りパターンで動いてるからです。でこの習慣というのは本来はやはり素晴らしいものです。これがあるから基本的なことは体が覚えてくれて、頭は違うことを考えることができる。私もですね、基本的にはずっとね勝手に口が動いてます。頭では違うことを考える、時々ね自分の研修をこう動画で撮って事務所で見たりしますけども、本当見てると気持ち悪いですよね。こいつよく喋んなずっとみたいな。でもその時は考えてないんです。勝手に口が動いてるんです。頭の中ではこのスピードでついてくれるかなとか、もう少し砕いた方がいいかなとかって考えながら勝手に口が回る。本来は素晴らしいものなんです。ところが新しいことを学ぶ、新しいことを身につけようとすると、この習慣がものすごい邪魔をします。せっかくインプットとしてよしやってみようというものが見つかったとしても、結局体は習慣通り動いてますから、分かるんだけどできないということが起きてくるんです。ではどうすればいいか。我々は習慣通りの行動を取るわけですから、やってみようと思ったインプットしたものを習慣の中に入れ込めばいい。入れ込むことができれば勝手にやりますよね。だからこそこの習慣の束への入れ方を覚えてほしいんです。ではどうすれば習慣になるかというと、方法は一つしかありません。それは項目数、最大3項目に絞るということです。
少し話がずれますけども、日々の業務においてこうテンパる時ってありません？なんか何か手をつけていいか分からないという状態。あれどういう状態かというと、脳の構造上項目数がオーバーしてるんですよね。で、脳は大きい小さい関係なく全て1個1個と管理します。例えば打ち合わせも1個、交通精査も1個、大きなプロジェクトも1個、1個1個と管理して、一般的には7項目を超えるとオーバーフロー、いわゆるテンパルという状態に入るそうです。キャパの大きい人で10項目、キャパの小さい人で3項目だそうです。言い方を変えると、3項目以内絞っておけばテンパることなく頭がすっきりしてパッと行動しやすくなるという項目数だそうです。これは子どもの教育、または部下の指導も一緒なんですよね。で、残念ながら教育熱心な親、上司ほど部下や子供が育たないんです。なぜかというと、教えすぎちゃうから。あれやってごらん、これやってごらん、これもいいよって、で、教えて教えて、子供は項目数が応募してますから、できないってなる。で、できない子供や部下を見て、もっと教える、もっと教える、なぜできないんだってやるから、ますますできなくなってしまうということが起きるんです。部下指導とか子供の教育というならば、一つのことをとことん、これは基本なわけですから、これは自分に当てはめれば、例えば YouTube を見る、セミナーに行った、本を読んだ、もう全部学ぶぞっていう気持ちはわかる。でも、これは最も効率が悪いんです。その本、この YouTube から、よし、これだけやってみようってものを最大3つに絞り込むことが大事なんです。最大ってことですから、究極1個でもいいんです。このことだけは実践してみよう、これを決めることから始めてください。圧倒的にアウトプットを高めるツボの3つ目、その阻害するものは保留癖です。保留ってことですから、やろうと思ったけど後にしようというもの。明日こそ、来月こそはと先延ばしすることないでしょうか。ただ先延ばしにすれば、やはり人は忘れていきます。忘れてしまっては実践ができない、結果としてアウトプットにつながらないということになるんです。じゃあどうするか。保留の反対ですから、すぐやる、即行動ということです。いいと思ったら今やる、いいと思ったらすぐやる、この即行動は大きなポイントです。何年か前に林修先生が逆っぽくなってしまいましたけども、いつやるの、今でしょってありましたよね。この今すぐやるというのは成功の第一法則です。やはり保留にしてしまったらやらないわけですから、成果につながるはずもありませんし、自分のレベルアップにもつながりません。やってみれば、うまくいく、うまくいかないとあるかもしれませんけども、うまくいかなければ、うまくいかなかったことから学べばいいわけですし、うまくいけば一歩前に進むわけですから、まずやる、これが大事なポイントだということです。ただ一回やっただけでは意味ないですよね。これを今日も明日も明後日もと繰り返していく、継続するというのも大きなポイントです。継続は力なり。松井秀喜選手は、努力できることが才能であるとも言ってますよね。まずやる、そしてやり続ける、速行度と継続、これがレベルアップにおける大きなポイントです。世の中にはハイパフォーマーという、どんどん成果を上げられる方がいらっしゃいます。そういう方はもちろん能力とか才能もあるのかもしれない。ただ大きなポイントは、決めたことをやり続けてるんだということは間違いないはずです。まず決めたことをやってみることです。ここまで学び方を学ぶ、圧倒的にアウトプットを高めるツボということを確認しました。改めて3つありました。阻害するものの1個目、忘却能力。人は忘れるということです。だからこそメモを取る、そして見える化する、そして復習をする、今日、明日、明後日と、そしてインプットする際には自分事として取り組む、そのことによってアウトプットにもつながりやすいということでした。2つ目は習慣の束。我々は日々パターン通り動いてます。であれば、そのパターンに入れ込むことができれば、自動的にアウトプット実践するわけですから、入れ方を覚えようということで、最大3項目に絞るということ。そして3つ目は保留癖。ついつい今度またではなくて、今やる、すぐやる、そしてこれを継続して続けていくということでした。ただ残念なお知らせがあります。最後の即実践と継続とありましたけども、即実践できる人、これは一般的に5人に1人と言われています。さらに今日も明日も明後日もと繰り返し継続できる方は20人に1人と言われています。この20人に1人、この方がレベルアップし、成長し、パフォーマンスの上がっていく人間になっていくということです。ぜひあなたもこの動画を見るだけではなくて、この中から、そうだ、このことをやってみようと決めて、そしてまずやってみることです。
そして明日明後日と継続的なアウトプットをすることで必ずや自分自身のレベルアップにつながっていきます。ぜひ試してみてください。さて今回の動画いかがでしたでしょうか。よかった、役に立ったという方は高評価コメントをよろしくお願いいたします。これから共に学び合い、より良いチャンネルにしていきたいと思っておりますので、アドバイス、ご意見もいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。